ございます。こんにちは。今日は青空の時間帯に お届けできた。よかった。さあ今日はですね、今ちょっと卓球場にね、仮日の卓球場に来ていて、で、あ、私コーヒー持ってないっていうことにねなって、ちょっとねライオンコーヒーまでね歩いていこうと思ったんですけど、あ、そうだ、これ言ってない。今日は2024年6月30日お昼の2時5分気温29度だって。めっちゃ暑いじゃん。でも全然29度もあるように本当に感じられない。すがすがしい。風も強いですね。はい、というわけで今ねライオンコーヒーに、本当ねすぐそこなんですよ、卓球場ね、仮日ので、あ、まあ、ボブズのところらへんなんです。ボブズっていうところがあるんですけど、ここからねライオンコーヒーはすぐそこなので、ちょっと仮日エリア歩くの大丈夫って言ったんですけど、大丈夫大丈夫、お昼だったらって言われたので、今歩いて向かってます。では行ってみましょう。一人歩いてる人はいません。ちょっと旅行者の方は歩くのは気をつけた方がいいと思うので、あまり、ま、あのおすすめは歩くのね、おすすめはしないです。まあ大丈夫なんですけどね。まあでもね、注意することにねあれはないので。でも最近ワイキキも危ないからね、もうどこも一緒かな、歩くとねって言ってたら今びっくりした。なんか左側に、はあ、びっくりした。今ちょっと人がいました。でも全然大丈夫でした。なんかこうやってさ、ちょっとビクビクしながら歩くのはさ、ハワイではあんまりね、昔そんなにハワイってさ、私の中で危ないところと思ってなかったので、全然警戒せずにさ、いやもちろん日本よりはしてたんですけど、あんまりキョロキョロとかして歩くことなかったんですね。でも最近なんかいろんな事件とか、事件じゃない、まあ事件か、事件とかさ起こっててさ、もう本当歩くときはキョロキョロしてしまう。もうあのニューヨークの時思い出しますよ。常に今日右左後ろみたいな、めちゃめちゃで、変な人はいないかっていうのね、キョロ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 、危機管理能力って本当に大切なのでね、まあ、油断は禁物って感じですね。そう、あっという間じゃん。これ結構歩いてても来れるな。でも帰りも歩かないといけないって言ってもね、3時までなので50分しか入れないか。そうそうそう、でも50分だけね。ちょっとさっきはちょっとパソコンでできるグラフィックの仕事やらやらをしていたので、ちょっと休憩タイムにね、お家でね、そうそう、お家でしていてって感じなので、今日の午前中も頑張ったので、ちょっと一回休憩タイムをライオンコーヒーで挟みましょう。うわ、さあ着きました。歩いて5分もかかってないかな、あれだったら大丈夫。何にしよっかな今日は。誰もいなそう。あ、いた。さあコーヒーにしようと思ったんですけど、フラッペにしてしまった。ちょっとだけだけど、暑いたら歩くなっちゃった。今日はコーヒーフラッペにしてみました。多分甘くないと思う。やだやだ、誰もいなくなりました。今ね2時半かな。そう、2時半、あと30分あるんですけど、誰もいなくなったからさ、ちょっともう一回店内案内でも勝手にしようかな。でもちょっとね、日本語の音楽が流れてて引っかかりそうで怖いんですよね。わざとなのかな多分。さあコーヒーは、これはバニラマカダミア、こっちがゴールドロースト、こっちはロイヤルコナ
でディカフェ、まあ、ほんと1週間前にねここからお届けしたばかりなのでもう飽きたかなじゃあサクッといこうかな。これは何ですか？バニラマカダミア。うちがゴールドロースト。ちょっとここら辺先日取れてなかった。何これ、なんかさっきさ日本の方がさ 3組ぐらい来て皆さんこれをめっちゃ見てたんですね。ちょっと気になった。中身は個包装になっているので会社の同僚の方々へのお土産におすすめ、またホテルでもお気軽に入れたてコーヒーが頼むしまいます。パラナキお土産にとぴったり。確かにいいですね。これいくらなんだろう。あ、10ドルだって。へえ、そうだ、いとこがこれ好きだな、このバニラマカダミアの。いいかもしれない、今度買ってってあげよう。あ、これ違う。あ、え、これはバニラ、あ、バニラマカダミア、これか。とこっちはカップ、カプセル、カプセルコーヒー。こっちは紅茶ですね。これ結構美味しいんですよね。結構なんて失礼ですね。美味しいですよ。私が好きなのはどれやったかな。あ、これやったかな。なんか中にねお花が入ってる。あ、ここそう、これこれ、多分これトロピカル。あ、やばい、この音楽よ、ちょっと近すぎる、ちょっとまずいので。タイさん、何これ。これは10ドルポスター、かわいい。全然気づかなかったです、こんなところにポスターがあった。あ、今音楽が消えた。あれ、なんかちょっとキャップ変わってないですか、1週間前から。気のせい、気のせいかな、なんか変わった気がするけど。あれ、これあった、なんかないよ。多分こっちは見た、ライオンコーヒーのね。へえ、 T シャツも結構、T シャツは見たね。そう、実はね、この今週3回目です。あれからコーヒーばっかり買いに来てます。さあ、ちょっとね休憩もできて、もう今3時5分前になったので出てきました。うわー、空がいいですね。とっても青い。そしてさ、私ちょっとふと思ったんです。週4回、今週4回目かなぐらい来ててさ、あ、ちょっと待って、ここうるさいかな。あ、まだ溶けかけのフラペチーノがある。そうそうそう、週4回ここに来てさ、あれ、じゃあさここで働けばよくないってちょっと思った。あ、だけど、あ、ダメダメ、ここは日本のお客さんもたくさん来られるし、私のね一番のその目的である英語を取得するにはちょっと違うなって思ったので、あ、違う違うって思いました。わ、風が強いです。そうそう、この辺りですね、実は行きたいお店が結構あって。あれ、風強い、大丈夫かな。まずそこ、ハワイアンパイ、あれ、ちょっと待って、ここ見えてるかな、ハワイアンパイだったかな、名前、ハワイアンパイ CO.com、 ドットコムじゃない、ドットか、 CO ドット、ハワイアンパイ CO ドット、そこ、そのね、パイ屋さんが美味しい、パイね、パイ、パイ屋さんが美味しいっていうのも聞いたので、ここも行ってみたくて。あとは今目の前に見えてるけど、このカメラじゃ見えないかな、ボブスっていうね、すごいローカル人に大人気のプレート屋さんがあって、そこもまだ行ったことないから行ってみたくて。あとはウベを使ったさスイーツ屋さんもねこの近くにあるんですよ。とあとはたまに行くカメハメハベーカリーとか、あとは移住したての頃にね友達に連れてきてもらったエッグヘッドカフェだったかな。そうそうそう、それもねあるので、ちょっと今日ね、今回ね意外と歩いても全然行けるじゃんっていうのが分かったので、ここら辺のねお店をちょっとブラブラとしたいなと思ってます。こっちはね、なんだったかな、こっちに行くと
バレーボールのね室内コートがあって、すごい有名なね、そうそうそう、オリンピック選手だったかなが教えてるねバレーボール場とかもあるんですよ。で卓球場はこの裏にあって、そう今カルちゃんはねちょっと今日強い方がね今これあのバケーションで1ヶ月ねニューヨークから来られてるから、今その方のレッスンをしてます。またこの道も初めて行くんだけど、なんかちょっと怖いですけど大丈夫かなと言いながら行ってしまう、この好奇心がねいいけど良くないよね。どこに行くんだろうこれ、はあはあ、あここがそのバレーボールコートだ。多分この白いところかな。あそうそう、ここわ、すごいバレーボールコートがある。ここだ、なんかいい感じ、カフェみたいになってる。すごい。はいじゃあ戻ろう。ホールフーズに来ました。そう明日ねお友達がランチをしにねピザを食べに来てくれるので、そのね材料をもうほぼほぼ揃ったんですけど、ちょっといろいろね、あれどこ行った、弟こ買いに来ましたので、ちょっとだけビデオ回します。めっちゃそれガタガタ言うね。トマトをゲットです。なんか今日もうすっかすかですね。あれ日曜日って8時までだったかな、あと30分だからかな。飲み物昨日いただいたんですけど、すっごい大きなね箱だなと思ってたんですよ。ちょっと開けてみたらじゃーん、本当にたくさん入ってます。下までどっさりと、嬉しい。ロイズですよ、ロイズ、高級のロイズチョコレート様がこんなにいっぱいある。本当に嬉しい。すっごい入ってる、本当にもうこれ10人分ぐらいの量があります。嬉しい、ありがとうございます。これももう